新年明けましておめでとうございます。アワープラネット TV の白石はじめです。去年は東日本大震災、そして原発事故と非常に厳しい年になりました。今年になってもまだまだ課題は山積していますけれども、気持ちを引き締めて前向きな一年にしていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、新春特番、私たちの未来は大丈夫、子どもが考える原発と被爆ということで、今日は2時間のスペシャル番組をお届けしたいと思います。まずはゲストのご紹介をしましょう。作家の天宮かりんさんです。よろしくお願いいたします。あの、天宮さんはこれまでも若者の生きづらさについての著作を発表する一方で、不安定な労働環境にある人たちの問題に取り組んでいらっしゃって、そしてですね、今回、原発事故の後はですね、こちらになります、14歳からの原発問題ということで、こうした本も書かれているんですけれども、今日はどうぞよろしくお願いいたします。そうしましたら、隣なんですけれども、なんと現役の中学校の先生ということで、埼玉県さいたま市立三室中学校の理科の先生でいらっしゃいます、川根真也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。川根さんはですね、原発事故後に理科室にあった外側カウンターでさまざまなところを、測られて、そして今はですね、内部被爆を考える市民研究会ということで、さまざま講演などもされているんですけれども、今日は、川根先生の放射能講座なども考えているので、どうぞよろしくお願いいたします、よろしくお願いします。そして、今日の主役なんですけれども、もちろん子どもたちです。で、今スタジオに6名の、子どもたちに入ってもらってるんですけれども、実際にはですね、16名の子どもたちが今回番組に参加してくださいました。まずはですね、一番手前の左の藤波心さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。藤波心さんといえば、もうご存知の方も多いと思うんですけれども、3月の早い時点からご自身のブログで原発の問題、放射能の問題に言及されて、非常に大きな反響があってですね、こちらはもうお読みになった方いらっしゃるでしょうか。14歳の心ということで、ここにも著名人が絶賛って書いてありますけれども素直な、気持ちを綴られて、本当若者代表という感じでいらっしゃるんですけど、今日は議論に加わっていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうしましたら、お隣からはですね、ぜひ自己紹介をしてもらおうと思ってるんですけれども、今日は福島からも皆さん来ていただきました。じゃあ、菅野さんから自己紹介をお願いいたします。福島県から来ました、小学校6年生の菅野です。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。遠くからありがとうございました。そしてお隣です、同じ、小学校なんですけれども、福島県から来ました小学校6年生の武田理恵です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そうしましたらですね、後ろの座席、西方さん、よろしくお願いします。米沢市から来ました西方海斗です。小5です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。西方さんはもともと福島にいらして、そして途中で米沢に避難されているということです。そしてお隣になります、今度は都内の、方なんですけれども、中田さん、お願いします。東京都の武蔵野市から来ました小学校6年の中田キラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、このパートでは、最後になりますけれども、渡辺さん、福島に6月から、札幌に避難しまして、そこから来ました渡辺トーマです。よろしくお願いします。はい、今回一番遠くから来てくださいました。初めて飛行機で一人で東京に来てくれて本当にありがとうございます。本当に今回原発事故でいろんなことを感じていると思うんですけど、思う存分番組で話していただければと思います。まず原発事故後の話ちょっとお聞きしたいんですけれども、菅野あゆさん、福島に住んでいて、事故後っていうのはどんな気持ちだったのかってちょっと教えてもらえますか。その福島に放射能とかが飛んできて、校庭で遊べなくなったりとか、あと登校下校帽子とかマスクとかつけて、もう全然違う生活をしていて、ちょっと苦しかったです。心ちゃんはさっき本も紹介させていただきましたけど、早い時期にブログで
気持ち綴ってすごい反響があったんですけど、あれは、まあ、どうしてああいうふうにこう自分の気持ちをブログに書こうと思ったのかというのを聞きたいなと思ってるんですけど。はい、あの私普段は兵庫県に住んでいるんですけど、震災当日はちょうどあの時刻塾に行っていて、あの、まあ、震災が起こったのを全然知らなくって、うん、で塾が終わってから自宅に帰ったらもう家族がもうもらい泣き状態でテレビに見入っていて、で、まあ、その時はもう津波で町が飲み込まれていく映像が画面に映っていて、もうその日は本当に一日中家族でいろんなことを話し合ったりして、翌日また塾に行って友達に昨日あんなことあったけどどう思ったって話をしてみたら、なんかドラマとかバラエティが全部放送されなくなってつまらないみたいな返事が返ってきて、予想もしてなかったのですごい衝撃的というか、友達との間にこんなにも温度差があったんだっていうのがショックだったりしたのと、あと家で CS の番組が見れるんですけど、まあ、CS でニュースとかを見てると原発は危ないです、直ちに避難してくださいっていうことを言っていて、その一方で地上波の記者会見とか見てると直ちに影響はありません安全ですみたいなことを言ってて、真逆のことを言っていて、その報道にすごく違和感を持ってブログを書くきっかけになりました。やっぱりその当時みんな情報がね、あの錯綜してあの悩んだと思うんですけど、天宮さんは事故後っていうのはどんな感じに過ごしてらしたんですか？いやもうただ呆然としてましたね、うん、ただ、まあ、本当に、まあ、原発事故が起きてなんかもうヘリコプターで水を投入しようとしたり、放水車で水かけようとしたりとか、そういうのをもうなんか一発芸大会みたいな感じになってきたじゃないですか、まあ、それを見てあもうこれは全然本当に考えてなかったんだな、その原子力要請っていうものが全く事故とか全然想定しなかったんだなっていうので、逆に本当愕然としましたね、うん、バスクリーンとか流してましたからね、汚染水とかになんかおむつとか入れたりとか、水ガラスとかなんかもう、すごいことになってました。あれですか、心さんはその、まあ、ブログを書いて本が出てからかなりその変化があったと思うんですけど、はい、反響とかね、どんなものがあったのかっていうのは、まあはい、今日の話にも通じると思うんですけれども、どういう反応とか、まあ、ご自身もね、はい、かなり生活激変したと思うんですけど。そうですね、さっき話をしたあのブログの記事には全部で1万4000件のコメントが来て、1万4000件、はい、まあ、大体7割ぐらいが賛同のコメントで、残り3割はあの批判のコメントだったんですけど、まあ、やっぱり3割といえども結構な数なので、当時はやっぱり落ち込みましたね、うん、で、まあ、まあ、よくよく考えると賛同してくれる人って、まあ、結構名前がある方だったりブログやってらっしゃる方だったりしてて、でと、まあ、批判する方って匿名の方がやっぱり多くて、どこの誰だかわからない方が多かったりしたので、まあ、やっぱりそんなことで落ち込むのもバカらしいなとは最近やっと思えるようにはなりましたね。そうですか、まあ、本当にね、そのいろんな、ね、気持ちが変化したりとか、あるいは生活自体ももう、ね、元に帰れないような、まあ、大きな事態だったんですけど、ちょっとですね、3月11日からですね、まあ、去年1年間振り返ったビデオをちょっと作ってみました。子供目線で、まあ、この原発ニュースを、あの原発事故を振り返ってみたいと思います。 VTR をご覧ください。